ピピーピピピー、皆さんこんにちは、チャキタンケテのチケです。僕実はハンバーガーで一番好きなハンバーガーあるんですよ。せーの、フィルフィッシュです。で、あの魚なんかね、わかんないんで、今回僕の釣った魚で、はい、こちらソイとガヤを使ってフィルフィッシュを作っていきたいと思います。はい、では三枚おろしにします。だよ、はい、こんな感じです。で、じゃあついて、じゃあで、ソイもやっていきます。はい、ではだいたいね、準備できましたんで、続いてこちらつけて揚げていきたいと思います。じゃあまず塩コショウします。じゃあダンディーな塩の振り方します。あ、よし、もう一回。こんぐらいかな。はい、普通に小麦粉、卵、パン粉でね、揚げてもいいんですけど、僕はちょっとハンバーガー界に一石を投じたいと思います。はい、こちらなんだかわかります？これ魔法の粉、健康になる魔法の粉。はい、青汁です。こちらつけてあげてね、食べたら、もし美味しかったらね、ね、すごくね、売り出したいと思います。まあね、やってみましょう。グリーン的なね、健康志向の人たちにはおすすめです。じゃあ、行きましょう。じゃあ、ガヤ、こちらガヤね、トーン、あ、結構使うな、結構使っちゃうね。トーン、あ、なんか抹茶のような匂いする。抹茶でいいんじゃないのこれ、青汁だけど。トーン、トーン、トーン、見えない。あ、抹茶でいいんじゃないのこれ、抹茶バーガー、抹茶フィレオフィッシュバーガー。じゃあ揚げます。やべ、最後な。あれ、さっき結構、まあいい、あ、いいんじゃないの。あ、全然いけそう。成功なんじゃないの、抹茶ブーム、抹茶ブームだから成功じゃないのかな。ちょっと、あ、火が弱かったけど。皆さん、今ね、抹茶ブームなんで、結構ね、抹茶って言えば抹茶っぽい。じゃあ、あとは揚げ終わるまでカット。はい、では揚がり終わったんで、ちょっとバーガーのね、バンズは用意できないんで、はい、食パンでやります。
大きいやつ使うんですけど、今回ちょっと、まあ、いいか、やるか。じゃあ、トーン。もうこれね、もうこれ自体がもう野菜も入ってるんで、このまま。とガヤと。で、あと、こちら、タルタルソース。で、こう。はい、完成しました。あ、忘れた。もう一工夫あります。ちょっと待ってね。あ、嘘ダンディ、これだな。はい完成しました。ちょっとこぼれました。はい、これがグリーンフィレオフィッシュバーガーです。はい、はい、できました。こちらは普通のね、フィレオフィッシュで、こちらが、はい、青汁を3つ使った野菜も取れる、しかも美味しいと思われる一石二鳥のフィレオフィッシュ、オリジナルです。グリーンフィレオフィッシュ。はい、ではまずこちらから食べていきます。普通のね、ちょっとパンが大きいな。サクサクがあって結構美味しい。こちら普通に美味しいです。ではこちら、ハンバーガー界に一石を投じるグリーンフィレオフィッシュを食べます。まあ匂いはね、なんか抹茶っぽい、まあ青汁ですけど。いただきます。まるで草原を食べているみたい。すごい青々しい。春の、うん。お店に行ったら、こっちの方が、普通に美味しい。こっちは、なんだろう。はい。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。こちら僕の考えたグリーンフィレオフィッシュは小麦粉使ってないせいか、旨味がね、外に逃げてちょっとね、パサパサ感ありました。でもね、まあ野菜を取れます。で、続いて普通に作りましたフィレオフィッシュは、今回ソイとガヤ使ったんですけど、結構ね、あとキャベツとタルタルソースとパン食べたせいか、フィレオフィッシュを食べた満足感は結構あります。成功だと思います。皆さんもよかったら釣った魚ね、フライにしてこうパンに挟んだらね、結構ね、もっと美味しくなると思うんで、皆さんもよかったらやってみたらどうでしょうか。チャイさん限定のチャイでした。皆さん、動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。